なんだかわからないけど、とにかく静かにしてれば大丈夫ってことなんだな。次はどうするんだ？そのままゆっくり10歩ほど歩いてください。ソファーに触ります。それに沿って進んでください。ゆっくりと落ち着いて、僕の言葉を信じて。あ不思議だぜ、目が見えないってのはあんなにも怖いものだったのに。カノン君と一緒だと全然怖くないよ。そう、それがソファーです。左になぞりながらゆっくり進んで、すぐ左にテーブルがあります。すねをぶつけないように気をつけて。さらに10歩を歩けば、使用人室から出ます。そしたら、9時の方向を向いて、ゆっくりとずっと歩いてください。右の壁に手を置き、それに沿って、ずっと、僕が、安全な部屋までお連れします。そこに行ったら、カノン君は帰っちゃうの？ここにいれば魔女に殺されます。いいよ、殺されればカノン君のいる世界へ行けるもん。お嬢様、どうか聞き分けてください。死者である僕には人の世は眩しくて辛すぎる。だから長くはとどまれません。だからお嬢様、僕に許された時間でお嬢様を安全な場所まで導くことをどうか許してください。そしたら、時間が尽きるまで、ずっとお嬢様と一緒にいますから。それが、カノン君にできる精一杯なの？はい。その代わり、一秒でも長く、お嬢様のそばにいるようにします。ずっと、お嬢様といて、お話をします。どんな、お話？どんなお話がいいですか？カノン君が聞かせてくれるなら、どんな話してもいいよ。では、勇気のない、臆病な使用人の少年の話を、太陽のように眩しいお嬢様に恋心を抱き、同じ気持ちを打ち明けられながらも、臆病さに負け、ついに生あるうちに、自分に素直になれなかった、愚かで哀れな少年の話を。うん。なら、私もしたいよ。大好きな男の子にね。もっともっと大好きだよって、勇気を振り絞れなかった。臆病な女の子の話を。そして、その男の子に再会できる奇跡を神様がくださって、その勇気を振り絞る機会をもう一度与えてもらった女の子が、勇気を振り絞る話を。僕もその話を聞きたいです。だからそのためにも行きましょう。安全な場所まで。カノン君と一緒ならいつまでだってどこまでだって歩くよ。もう目なんていらない。カノン君が踏み出せと言うなら、崖の先へだって一歩を踏み出すよ。ありがとう。さ、お嬢様、参りますよ。最初の10歩。嫌だ。ジェシカって呼んでくれなきゃ。嫌だ。わかりました。では、ジェシカ。最初の10歩を踏み出して。うん、カノン君。
さあ、お嬢様、その壁に沿い、ずっと歩いていきましょう。ずっと、ずっと。ああ、カノン君と一緒なら、どこまでも、ずっと、ずっと。さあお嬢様、客間にたどり着きました。これからお嬢様を窓際のカーテンの束のところまでお連れします。その中に隠れればきっと安全です。カーテンの中か、うまいな。私も昔よくそこに隠れたもんだぜ。ベアトリーチェ様。どういう気まぐれで僕を蘇らせてくれたのか、僕にはあなたの気持ちがわからない。気まぐれに過ぎぬ。いや、魔女とはこうあるべきなのだ。わらわがそれを気づくのに千年をかけた。それだけ。愚かしい話だ。誰がいるの？お嬢様、お静かに。彼女は魔女。ベアトリーチェ、僕をお嬢様にもう一度会わせてくれた恩人です。魔女ベアトリーチェ。わらわのことなどどうでもよい。それより早くその女をカーテンの影に隠すがよい。そなたに残された時間は長くないであろう。ジェシカと最後の語らいに費やすがいい。カーテンの束の中で密会とは、そなたらもなかなか味な真似をする。あのありがとう、ベアトリーチェ。カノン君に会わせてくれてありがとう。あとは愛し合う二人にこの部屋を譲る。邪悪なる魔女に恋話は不要でな。退出させてもらおう。ベアトリーチェ様、ありがとうございます。礼などいらぬ。こんなのでは償いきれぬほど悪行を重ねておることは、そなたがよく知っておろうに。良き魔女には感謝を選別とします。今までがどうであったか、そして、これからがどうであるかは知らない。しかし、今この瞬間、あなたは間違いなく、良き魔女だ。おべっかが過ぎるぞ、カグメが。次に会うときは、期待を裏切らぬ悪しき魔女であるかもしれぬぞ。それでは、さらばだ。語らせる気もなしとは。45データ受領。標的照合。仙台ビアトリーチェ橋と確認。客魔防御壁を解析。多層防御壁72層、構成防壁及び魔法反応装甲。客魔への狙撃は不可能。410へデータリンク。410データ受領。にひ。じゃあ仙台様を先にしちゃえばいいだけの話だに。大ベアトリーチェ教、攻撃許可を。撃ってちょうだい。ああ、急所は外してね。
ババアに聞きたいことがあるの。410射撃にひ。先代様、二度もの妨害、もはや許されませんぞ。許されようとも思わぬわ。しかしシエスタ姉妹も腕が落ちたものよ。わらわを仕留め損なうとはな。それも二度も。急所を外せとのご命令です。ご指示があればすぐにでも貫きますとも。ピアスの穴でもおへその穴でもお好きな穴をにひ。残忍にかけてはわらわも一歩を取るそなたが急所を外させるとは、どういう風の吹き回しか。新しきベアトリーチェ。聞きたかったのよ。どういう術で逃れたのか知らないけど、私たちはあんたを仕留めたつもりでいたのよ。そのまま隠れていれば逃れられたもの、どうして危険を冒してまた現れたの？まさか若い二人をかばうためだけに戻ってきたわけ？さあ。さっきだってそうよ。どうして恋人たちを蘇らせて再会なんて甘い真似を。聞けば聞くほどにあなたは私なんて足元にも及ばない邪悪の権化。そのあなたがどうして急にそんな生ぬるいことを始めたのかって、それを聞きたかったのよ。残念ゆえにわらわは気まぐれなのよ。それを問うことに意味などあろうか。シエスタ姉妹、ヌエ。あんたに限って気まぐれなんてあるわけがない。あんたのことを聞いたわ、そして知ったわ。あんたは私ですら足元にも及ばない邪悪の権化よ。私はそんなあなたに実にふさわしい後継者だと思ったの。なのにあなたは邪魔ばかり、ぬるいことばかり言って私を呆れさせる。何があなたを変えたの？千年間邪悪の限りを尽くしたあなたに、その千年を翻すような何が起こったのか、それだけを知りたくて生かしたのよ。知りたくば、そなたも千年を費やすがよいぞ。ヌエ。ひょっとすると死ぬと消えちゃって死体が残らないタイプかもしれないわね。だからあなたをゆっくりと殺すわ。でも私の質問に正直に答えられたら楽に殺してあげる。先代様にぴったりの華麗で豪華で優しい死を与えてあげる。水を張りバラで埋めた棺桶に沈めてあげるわ。素敵でしょ。それでも話せないの？あなたの心変わりの理由。聞かれたことを答えぬもまた邪悪なる魔女の愚越よ。ヌエ、二つ。
もちろん答えてくれなくていいの。だってそうやっていじめてるんだもの。無限の魔法は本当に素晴らしいわ。思えばこの世はすべからく有限、人の世に無限などありはしない。それは神が無限であるがゆえに、人の世を見下すためすべての無限を取り上げたからよ。なればつまり無限の力とは神の力。遊べば遊ぶほどにさらに楽しい遊び方を見つけられる素敵な力。その力を千年も思うがままに使い暴れ回ったあなたが、なぜ今頃になって心変わりをしたの。まさか私に譲ったから惜しくなってとかじゃないわよね。惜しいものか。そなたがそうだと信じている無限の魔法など魔法にあらず、真の魔法の力とはそなたなどでは到底至れぬ深淵にあるのだ。それに気づいたから。それは何？それに気づけず千年をさまよえ、愚かな魔女よ。ヌエ、今度は三つ。ま、いいわ。死に損ないのババアが何を達観したかなんて、もう興味も何もない。もう飽きたからあっさり殺してあげるわ。あんたを殺せば客間の結界は解ける。そしたらカノンとジェシカもたっぷりいじめ殺してあげるわね。愛し合う二人を同時におもちゃにできるなんて、これは楽しそうよね。殺せ。新しきベアトリーチェよ、頼みがある。客間の二人の仰せは短い時間のものだ。砂時計で測れる程度の時間で、カノンは冥府へ消えるだろう。その程度の時間どうか許してはくれぬか。いやよ、愛し合う二人を引き裂くのって楽しいんでしょ。あなたが言ったわ。だから私やってみたいの。ならばその快楽貴様に味わわせるわけにはいかぬ。楽しいぞ、恋人たちを引き裂くの。そうよね、きっと楽しいわよね。だから邪魔しないで。もっとヌエ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 。410了解。まだまだこの程度では足りぬな。この程度では死んではやれぬ。何をしてるの？このババアのおしゃべりを止めなさい。早く殺すのよ。殺してます。何度も心臓を縫い止めてるのに、こいつの心臓止まらないんです。あんた不死身なの？まさか。そなたに無限は譲り渡した。鼓動を刻める数など残すところもたかが知れている。だが
それを一つ余計に刻むことで、この部屋の二人にわずかでも長い時間を与えられるなら、その程度の抵抗を永遠に続けようぞ。ヌエ、こいつの心臓が動きを止めるまで縫い続けよ。なんでこいつ死なないの？ありえない。心臓を縫い縛ってるのに、なんで止まらないの？ならいいや、心臓を内側から爆破してやるに。かわいそうに、逆らわなければ綺麗に死ねたのに。お前一体何者なの？わからぬだろう。わらわらわからなかったぞ。だがな、どうやら本当の魔法というものだぞ。つまりわらわは今こそなっと本当の魔女になった。心臓内部で爆心固定、心管準備よし、爆破。無限の魔女は私でしょ。なんでこのババア、こんなになっても生きてんのよ。死した姉妹、あの心臓を砕くのよ、早く。無理です、申し訳ありません。私たちにはできません。無理でしょう。何人たりとあの心臓を打ち砕けはしません。竜王陛下の命じるぜ。とてもとても。なら無限の魔女である私になら打ち砕けるということでしょう。私の力は神の力だもの。恐れながら、あなた様の力ではベアトリーチェ様の無限には傷一つつけられません。それはどういう意味よ。影を知らずして光がないように、有限を知らずして無限もまたなし。ベアトリーチェお嬢様の真の無限の力の場合、あなた様脆弱な魔力ではとてもとても及びません。何それ。ベアトリーチェ様、ありがとうございました。このご恩は忘れません。恩の数、恨みの数を超えたら、その言葉をもう一度聞こうぞ。もう無いのか。はい、本当にありがとうございました。そしてベアトリーチェ様ももう大丈夫です。どうかお楽になさってください。そうか。
何よ。なんであんたたちは先代のババアをベアトリーチェと呼ぶのよ。ベアトリーチェは私の名前でしょ。新しき黄金の魔女、そして無限の魔女である私の名前のはずよ。無礼な、ベアトリーチェ様の名を語るな。恐れながら、ベアトリーチェ様の名は無限の魔女を冠せられるお方が名乗られるべきもの。今や先代はあなた様を指すものでございますよ。だと、さらばだカノン。どうせすぐに出会うさ、新しき悪夢で。新しい夜の悪夢にて再びベアトリーチェ様のお供を。これで失礼いたします。無限よ、現にこうしてぶっ倒れてるじゃない。有限のある無限なんて、そんな矛盾存在するわけもない。これがあんたの魔法の限界なのよ。有限は無限に劣る。あんたが本当に無限の魔女なら立ち上がってみなさいよ。どう？立てないでしょ。どうして立てないと思う？あんたが無限の魔女じゃないからよ。バトラか。偉そうなことを言っても、わらわはこのざまよ。そなたの言う本当の魔女というのを、わらわなりに頑張ってみたぞ。ああ、見てたぜ。なあ、これでわらわは魔女になれたかな。そなたの対戦相手の資格できたかな。ダメだな。まだまだ険しいな。だが、わらわは屈しぬぞ、そなた。わらわの災難に決して屈しなかったように、必ず、本当の魔女になって、そなたの対戦相手に、認められて、やる。ああ、ダメだな。全然ダメだ。お前は俺の対戦相手じゃない。死ねよババア。
ぐちゃっと潰れて、それでも無限が示せるってんなら示してごらんなさいよ。魔女は私よ。黄金の魔女ベアトリーチェは私なのよ。死ねー。ダメだ、全然ダメだ。なんでこれは、ここは、席に着け。俺の対戦相手はベアトじゃない、てめえだ。バトル、これは何の魔法なの。どうでもいいわ、知ったことじゃない、死なせてしまい。45、了解。カッコ射撃。410、了解。死ね、バトラだけで弾いた。45、標的測定。45、了解。これは私が故障しているの。計測値が暴走して、対魔法抵抗力エンドレスナイン。標的は神話級魔法攻撃でも通用しません。愚かな、本気のバトラ様の前に魔法の矢など髪の毛を揺らすことさえ及ばぬのに。何やってんだてめえら、遊んでるのかよ。下がっていろ、席に着け。このエセマジョメ、てめえの化けの皮は俺が剥ぐ。これはバトラ、何の真似なのか。見ての通りさ、俺の対戦相手はお前じゃない、そいつだ。そこにいるお前の名前を語る偽物さ。俺は魔女と戦っている。そして対戦相手に魔女を名乗る者を据え、そいつを打ち破ることで魔女を否定する。てめえの傍若無人はたっぷり見させてもらったぜ。何が魔法だ、何が魔女だ、てめえは魔女じゃない。俺が化けの皮を剥いでバラバラにしてやるぜ。ワルギリア、戦闘準備だ。了解しました。準備よし、いつでもどうぞ。ベアトリーチ、あなたは下がって休みなさい。ベアト、下がってみてろ。俺がハグ。このエセ魔女を徹底的に分解してやる。こんな奴を魔女とは名乗らせられねえ。お前は本当の魔女の名誉を守った。
わらわは、その…何も言う必要はない。黄金の魔女の名は決して安っぽくないってことを、お前に代わって教えてやら。大まかなルールは以上でございます。ありがとう、炉の上。大体のルールは分かったわ。なるほどね。魔法では勝てないから魔法以外で決着できる世界で私に一騎打ちを挑んできたわけね。愚かな連中、へりくつで私に勝てると本気で思ってるのね。ああ思ってる。てめえのへりくつを俺が全て叩き潰してやるぜ、エヴァおばさんよ。私はエヴァではないわ。それは私の古い抜け殻の名よ。私は彼女のうちに生まれた本当の魔女。ごまかすな。てめえの正体は魔女でも何でもない、生身の人間だ。人間の犯人だ。後ろ見はエヴァだ。ワルギリア、第二の番を再構築。了解。第二の晩はバラ庭園にてローザとマリアが殺されました。東方はそれをエヴァ犯人説にて処て。はあ、バカバカしい。さあさあおいでなさい。思い出してごらんなさい、後ろ宮秀吉がどんな姿をしていたのか。何、何の真似をしやがった。死者の召喚だ。魔女は証言台に死者を立たせることもたやすい。証人喚問。後ろ宮秀吉の証言よ。さあさあ秀吉、お話しなさいな。わしは部屋でずっとエヴァの看病をしとったんや。もちろんエヴァが部屋を出るわけもあらへん。エヴァおばさん、ここじゃ赤くねえ証言は絵の役にも立たねえぜ。赤で再度の苦笑を要求する。ああそうだったわね。いいわよ、赤で言ってあげなさい。わしはずっと部屋におったで。事件の前後の時間帯は全てや。さあほら、これでエヴァが犯人ってことはありえなくなったわよ。どう返してくれるのかしら。バカバカしい。くだらなさすぎてあくびが出る一手だ。レアとは一度たりともこんな子供だましな一手を打ったことはない。復唱要求。エヴァおばさんも事件前後の時間帯は全て部屋にいた。秀吉おじさんはただのアリバイ工作員だ。あんたはおじさんに留守番をさせてこっそり部屋を抜け出していたんだ。そうでないならこいつが赤で言えるはずだぜ。復唱拒否。秀吉の証言だけで十分よ。それを復唱する必要はないでしょ。降りてきましたね。容赦は無用です。これでチェック。ああいただきだぜ、ちょろい相手だ。チェック。秀吉おじさんは終始部屋を出なかったろうさ。しかしあんたを看病していたというのは真っ赤な嘘だ。よってあんたのアリバイは存在しない。あんたには部屋を抜け出してローザおばさんたちを殺すチャンスがあった。買わせるってんなら赤で、エヴァおばさんは部屋から一歩も出ていないと宣言してみろ。できねえだろ。チェックメイトだ。何よそれ。わけがわかんない。悪いなおばさん、たとえルールに不慣れであっても全力で叩き潰すのがこのゲームの流儀だぜ。まあベアト、魔女側リザインでございます。次のゲームに進みましょう。続きますは第4から第6の番でございます。ワルギリア、次の事件だ。親父たちの事件を再構築。了解。ルドレフ、キリエ、秀吉の3人は屋敷へ向かい、そこで殺されました。俺からの差し手は変わらない。
エヴァおばさん、あんたが犯人だ。今度は秀吉おじさんのアリバイすらねえぞ。あんたはたった一人で部屋で寝ていたと主張している。しかしそれは虚偽だ。赤で宣言できるものならしてみやがれ。拒否するわ。なら教えてよ。エヴァはただの女よ。そして殺されたのは銃を2丁も持つ大人が3人よ。彼女がたった一人でどうやって殺したというの？凶器の杭でどうやって？話によく出る杭の射出器ってどんな構造をしているのよ。それを説明してよ。それが説明できない限り、エヴァにアリバイがないとしてもエヴァに殺人が可能だったことにはならないわよ。説明拒否、悪魔の証明だ。説明不能だからといって未知の殺害方法もしくは未知の凶器の存在を否定できない。つまり俺が杭の射出器の構造を説明できなくてもその存在を否定することにはならない。何よそれ。そんなめちゃくちゃって通るの？悪魔の証明有効です。同じく悪魔の証明有効です。バトラ君はその射出器の構造を説明する義務を負わずにその存在を主張できます。魔女側はこの手を反論できません。やるではないか。なんと強引な。へっ、どこぞの小悪魔女にたっぷり鍛えられたからな。これでチェックだぜ。エヴァおばさんが部屋から一歩も出てないと赤で言ってみろ。そうさ言えるはずはないのさ。言えないならば決まりだぜ。チェックメイトだ。なんて暴論。こんなのめちゃくちゃよ。そういうルールのゲームでございますので、まずは紅茶でもいかがですかな。おいしいクッキーもございますよ。いらないわよそんなの。あーイライラするわ。魔法で勝てないからってこんな卑怯な戦いで。イラつくなよ。紅茶でも飲めよ。俺はストレートでもらうぜ。ベアトは我は匂い。油断するな。向こうがルールに不慣れなだけだ。向こうが要領を掴んでからが本番だぞ。だが潰す。徹底的に潰す。なぜなら奴は魔女ではないからだ。あいつを魔女だと認めたらお前の通した意地が通らない。いかなる暴論であろうとへりくつであろうと俺が全身全霊で叩き潰す。にことは運ばせないわよ。今度は私から仕掛けさせてもらうわ。ロノウェ、第4から第6の番を再構築。後ろ宮キリエをピックアップ。ここで一度第4から第6の番のルドルフ・キリエ・秀吉の殺人に話を戻させてもらう。あやつ、一度はリザインした局面をなぜもう一度。なるほど、あなたが刺さない珍しい攻め手です。注意して。当時生存者たちはゲストハウスへ籠城していたわ。食料がなかったけれど彼らは安全を考え翌日まで食事を抜く覚悟さえあったけれど、結局3人は食料を求めて外へ出るわ。そうだな、結局3人は食料を取りに表へ出る。面倒だから赤を交えて語るわよ。キリエは食料はいらないと考えてた。一日くらい食事を抜いても死なないのだからとゲストハウスを出ないべきだと主張していた。
にもかかわらず彼女は自ら食料を取りにゲストハウスを出ようと提案する。これは矛盾しない？はい、見事に矛盾します。キリエの行動式に矛盾します。その矛盾は私が魔法で作り出したの。つまり私が魔法でキリエを操って、そう言い出させて生贄たちが外出するように誘導した。バカバカしい。そんな魔法あるわけがねえ。悪魔の証明よ。バトラ君が知らない魔法だからといって存在を否定することにはならない。そしてその魔法を私は実演する義務も負わない。それでいてさらにあなたには反論の余地もない。こういう戦い方でよろしいのかしら。はい、実にお見事な一手です。マトラ様、受け手をお願いいたします。おかしな論法に持ち込んできやがったぜ。つまりどういうことだ。後ろ宮キリエの行動式に対して駒を打ってきました。すでに説明がある通り、キリエは食料を屋敷に取りに外へ出るべきではないという行動式を持っていました。にもかかわらず彼女は率先して食料を取りに行こうという矛盾した行動をとります。この矛盾が説明できない限り、それを魔法であると主張する暴力的な手です。そりゃ最初はキリエさんもそう考えてたんだろうよ。しかし多分その途中でいろいろと考えて、やっぱり食料は必要だろうと心変わりしたってことなんだろう。いざという時空腹で力が出ないってんじゃ意味ないだろうし、まあその心変わりが魔法によるものだと主張しているのです。つまり非常に困難なことですが、キリエが心変わりした理由を説明しなければならないのです。なんだって。そんなのキリエさんの頭の中の話だろ。こっちにもキリエさんの霊を召喚して質問するとかできないのかよ。ベアト、お前キリエさんを呼び出したりできないのかよ。できません。それは魔女側のみに許されている手です。すまぬ。くそ、多分だな、その俺たち子供のことを考えて、そのやっぱり食料は必要だろうと総合的に考えて、それを客観的に主張しなければなりません。キリエがある理由により食料がやはり必要であると心変わりした具体的な証拠が必要です。例えばそう証言したのを誰かが聞いたとか、何かに書き残したとか。残念だけどその心変わりの理由は誰にも語られておらず、また記されてもいない。よってキリエの頭の中で何があったのか、あんたには憶測することしかできないの。つまり証明は不能。私の手に対しあなたは一切の反撃の一手を持たない。今度はあんたがリザインする番なのよ、バトラ君。心変わりの理由など無限に想定できる。そしてその無限の可能性を全て潰しきることは不可能。肉々しいほどに見事な一手でございます。マトラ様にこれを切り返す方法があるとすれば、多分あの手だけかと。その手とは何なのか。さてどのような手でございましょうね。お嬢様の得意な手だったような気もしますが、私は思い出せません。ケチケチしないで話せ。ベアトリーチェ、自らの思考を停止させる者に与えられる答えはありませんよ。考えなさい、あなたなりの考えで。とっととリザインしたら、ついでにさらに赤で追い詰めてあげるわ。キリエはね、死ぬ最後の瞬間まで食料を取りに行かない、イコール屋敷に行かないという行動式を維持していたわ。にもかかわらず率先して屋敷へ向かったわ。台車を押して食料を運ぼうとしたわ。その矛盾はなぜ？私が魔法で操ったから。
これこそが私の魔法が実在し、私が魔女である証拠なの。うるせえ、黙れ。心変わりでさえないっていうのか。キレ様、死ぬまでずっと食料はいらない、屋敷には行かないと思ってた。なら、なんで自分から進んで食料を取りに行こう、屋敷に行こうなんて言い出すんだ。魔法でキリエさんが操られていたっていうのか。そんなバカな。どうやってこの魔法を打ち破ればいいんだ。キリエさんがここにいてくれて、一言心変わりの理由を言ってくれれば。いや、心変わりすらしてないと奴に赤で言われちまった。どうすりゃいいんだ。人間側には反撃できる一手がね。このゲームって知れば知るほどに魔女に有利なルールよね。たとえいくつの局面で負けたとしても、たった一つだけ勝てればそれだけで魔女は存在を誇示できる。つまりバトラ君には完全勝利以外に魔女を否定する方法はないの。ここまで私のことを散々エヴァ呼ばわりして追い詰めてきたつもりのようだけど、あなたの尊敬するキリエさん一人の頭の中の話だけで全てがひっくり返っちゃうなんて、実に滑稽よね。しちゃいなさいよ、リザイン。認めちゃえば、負けちゃえば。くそ、人間には証明不能だ。死者が何を思って行動したのかなんて推測の息を出ない。しかも推測程度じゃ魔法を否定できない。魔法を打ち破るためにはキリエさんがどうして心変わりしたのか客観的な証拠を。でも畜生、どうして食料が欲しいと心変わりしたのか、その証拠は存在しないと赤で言われちまってる。どうすりゃいいんだ。畜生、畜生。バトラさん、リザインってよろしいですか。食料を取りに行かない、イコール屋敷に行かない。でも実際には矛盾したこのキリエさんの考えをどう理解すればいいんだ。理解なんかできないわよ。理解不能、解釈不能。その闇は全て魔女のものだもの。さあさ、考えても無駄よ。おやめなさい。あなたに魔女を否定することなんてできやしな。だって私はこうして存在するんだもの。私こそは黄金の魔女。そこにいる元の魔女から名前を奪い取った。あなたに私がベアトリーチェであることを否定などできないのよ。くそー、その名を語る資格は貴様にねえ。なのにそれを否定する手が思いつかねえ。バトラ様、制限時間を切りますが、リザインでよろしいですか。人間側、受け手がありません。リザインをしま…待て。反撃の手は…ある。なんだって。へえ、どんな手があるっていうのよ、先代様。このベアトリーチェの魔法をどんな手で否定できるのか教えてくださる。できないわ、そんなこと不可能よ。食料を取りに行かないイコール屋敷に行かないという命題を、それ単体で説明できないなら、わらわはそれを待遇で説明する。つまり、それでも屋敷に行ったイコール食料以外の目的でとも説明できるのではないか。これはわらわの得意手のヘンペルのカラスというよりは、バトラの得意手のチェス盤思考術キリエが食料を目的に屋敷に行くことがありえないなら、それでもなお
キリエが外へ出る他の目的があったと説明するしかない。つまりその目的が証明できれば魔法は否定できる。なるほど。食料を目的に屋敷には行かないが、他の目的があってそれを偽るために食料を取りに行こうと言い出したわけか。確かにそれなら説明がまだ可能かもしれない。しかしどうやって。お師匠様、キリエの死亡現場の再構築を。例の召喚はできぬが、死体の検証は人間側の権利のはず。いえ、問題ありませんよ。後宮キリエの死亡現場を再構築します。私たちはキリエの霊を呼び出すことはできないけれど、キリエが何を残したかを知ることでそれを武器にできるかもしれない。いいわよ、好きなだけを調べなさいよ。何もわかるわけがない。さっきも赤で言ったわよ、キリエは何も書き残してはいない。何を見つけたところで何もわかるものか。何も見つからないかもしれない。でもバトラは歯を食いしばってそなたを打ち破る一手を思いつこうと戦っておる。わらわにできることはこんな程度しかない。人間側の戦い方は今一つ勝手が分からぬ。確か物証が必要だったか。なれば